Hi, I'm Dr. Lee from Dr. Lee English. How are you guys doing? Okay, so today I'd like to give you some advice on how to pronounce one of the most difficult English words for Japanese to pronounce literally. はい、というわけで、今日のテーマはほとんどの日本人が発音できない単語 literally。 これを発音するコツをちょっとお話ししてみたいなと思います。まずこの単語の意味なんですけども、文字通り例文で言うと、I literally had a heart attack when I heard the news. I literally had a heart attack. 文字通り心臓麻痺を起こした。When I heard the news. そのニュースを聞いたとき。こういったときに使う、単語です。で、L と R がこう密接して発音されるので、ものすごくこう日本人にとっては発音しづらい単語になってます。で、まずちょっと辞書で。発音記号がどういう風になっているのか、それぞれのこのシラボが、どういった構成になっているのかというのを見てみたいと思います。で、ケンブリッジで調べてみました。で、こんな感じになってます。ちょっとシラボごとに読んでみたいと思います。 lit, er, all, i で、これだけの情報だと多分発音できないと思うんですよね。 lit, er, all, i みたいな感じでちょっとおかしいわけですね。で、実際はどんな発音かというと、シラボーで分けていくと、literally, literally, こうなってます。まあ、通常こう、単語ってつなげて発音されますよね。なので、まず、liter, この t の発音っていうのが、こう、滑らかにつなぐためにちょっと濁して発音するので、d っぽく発音します。liter. で、その次に r と曖昧母音がきます。r, liter, liter.で、R の発音のコツはもう音程をここまで落としちゃうことです。ってうなり声で発音する。literal, literal って落としながら。で、最後軽く舌先を前歯にちょんとつけて、le。で、これらをつなぐと、literally ってこういう風になるんですけども、まず発音する上で大事なのは、この一個一個のセラボーがどういう構成になっているのか。この場合だと、literally。この4音で構成されています。で、その次大事なのがストレスはどこに置かれるのか、その母音は何なのかっていうことです。で、この場合は頭の「レ」これがストレスです。なので、ここを引っ張るわけです。レ、レ、子音をしっかり引っ張って母音につないでいく。レ、レ。なので、この場合まずこの L のポジションで音を引っ張れなきゃいけないわけですね。で、そのコツなんですけども、下の先を前歯の裏側につけて、上の前歯です。そこにつけた状態で、軽くうって発音する。で、声を漏らす感じです。れ。で、それから下を、声出しっぱなしの状態で下をクッと離すと、音がこう弾かれます。れ。れ。で、そうやって助走をつけて、その流れを止めずに、その次の音にも行きます。れる。Little. こうやってブレスの流れをとにかく最後まで止めないように発音します。で、今度3つ目の音までいきます。っていうこの音です。舌どこにも当てずにこの辺りでうなり声を上げる。そこまでストレートでストーンといきます。 Little. 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 で、最後軽く舌をコンと前歯の裏に当てて、これも上の前歯ですよ。レ、レ、このポジションに持っていく。そうすると literally, literally。 これも一個一個 literally って一個一個こう発音していく感じだとこ う, うまく発音できないわけです。で、ストレスのニュアンスも出てこないので、しっかりストレスの音でこう子音を引っ張って literally で、その勢いのまま最後までストーンといっちゃってください。 literally。もう本当にこう、ブレスの流れに身を任せて、あとは軽く舌をこう移動させていくだけです、口の中で。literally, literally, literally。まあ、発音のコツというと、こんな感じです。流れの中でこうやって音を作れないと、ちゃんとした発音にはなってこないので、そこをしっかり練習してみてください。で、ちょっと例文でいきます。I literally had a heart attack when I heard the news.このフレーズなんですけど、まずストレスを置くワードだけをこうピックアップして発音していきます。まず、literally。その次、heart。その次、attack。その次、hurt。その次、news。で、これらをつないでいきます。literally, heart, attack, hurt, news。literally, heart, attack, hurt, news。で、
この漢字、この間を崩さずにそれ以外の音を入れていきます。そうするとフレーズ的にも安定していきます。I literally had a heart attack. I literally had a heart attack when I heard. I literally had a heart attack when I heard news. こうするとフレーズとしても一体感が出て、英語のリズムに収まった、綺麗な発音になってきます。はい、それでは、今回の動画は以上です。チャンネル登録よろしくお願いします。 Okay, so see you next time. Bye bye.